はいえー、それでは今日も読者レビューをしていいいきたいと思いますでこのチャンネルでは、えー、私が1日1冊を目標に本を読んでその内容をこうして動画でレビューをしていくという内容になっています。で、えーとまあ、チャンネルページに再生リストが作ってありますので是非、まあ、見ていただければと思うんですけれども基本的にビジネス書であったりとか一般教養についての、えー、ご,紹介ご紹介が多いです。 でその他には、えー、と習慣化継続化についての本であったりとかまた最近はお金とか、えー、投資資産形成についての本も、えー、よく読んでレビューをしていますで興味を持っていただける方がいらっしゃれば、まあ、ぜひチャンネルページから動画を見ていただいてよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いします で今日は、えー、この「東京の美学」というタイトルの本をご紹介したいと思います。でこの本はですね、えー、と非常にちょっと発売が古くて1994年に発売されてる本です。ですので、まあ、今からもう25年以上前の本になりますので、えー、ちょっとまあその点はご参考ください。で内容としてはですね、えーとまあ、欧米の都市と東京っていうのをまあ比較をしてその性質っていうのを、まあえー、日本と欧米 の生活習慣とか、まあどういった美学を持っているかと、まあ、そういったところから、えー、ま解説、えー、分析をしているという内容になります。で、えっと基本的にえっとこの本の中で言われている主張としては、えー、ま欧米っていうのがその全体を考えた都市計画で、えー、設計されているのに対して、まあ、東京っていうのはこう一個一個のパーツをこうボコ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 を作っていって、えー、部分部分を積み重ねた構造になっているんだと。 いうようよな主張ですです、えーまあ、なのでまあ、基本的に欧米の方がまあ美しさがあるんだということでその東京の街並みをどういうふうにしたらその全体の、えー、計画を考えたその美しさを持った、えー、都市にしていけるのかということをまあ説明している本になります。はい でえーとまあ、個人的にはですね、えー、とまずちょっとその建築や都市計画の専門家ではないというところと、まあ、実はですねあまりその東京に馴染みがある生活を送ったことがないこともあって、まあ、ちょっと読ませていただいた後もですねなんとなくこう分かったような分からないような気になってしまったところがありましたでこれはちょっと事実なので、えーとまあ、ご説明しておきたいと思いますでなんですけれども、えーとまあ、やっぱりですねそのこの著者が言っているように、えー、と欧米の えー、都市っていうのは、まあ、やっぱり、あのー、ある時期にですねその権力を持った人が、えーとまあ、非常に大胆な都市計画をした都市っていうのも、まあ、いくつかあると思いますでなんですけれども、まあ、それに対して東京っていうのはですね、まあ、あの戦後の、えーまあ、この七十数年でですね、まあ、急速に発展を遂げてきてますので、まあ、そういった意味ではやっぱり東京がちょっとこう何て言うのかな部分 部分をこう積み上げていく設計になっているのはまあ致し方ないのかなということを感じます。でさらに今日本というのはですね国土が非常に小さい国なんでまあそこもあってまあなかなかそのガラガラポンでえっ、ー、とまあ今からですねその都市っていうのを計画していくというのは難しいのかなというふうに思います。ですがまあこの本の中でもあの一部あのコメントがあったと思うんですけれどもやっぱりその東京としてまあ多様性を持ちながらこう大都市として成立している。えー いいいいうのははままあある部分でで面白いんじゃないかなかと思いますでこの本の中の主張としては、えー、やっぱりその欧米の都市に、まあえー、が持っているようなその美さっていうのを追求すべきだっていうの内容が、まあ、主だったと思うんですけれども私個人としてはですねやっぱりその、まあ、東京らしさというかまあその日本らしい都市の在り方っていうのもあるんじゃないかなということをまあ感じました。 でえっ、ー、とまあ、ちょっとさ最初にも言いましたけれどももう25年以上前の本ですのでまあ、今の結果と、えー、まあ、どういうふうに違っているかということもまあ、感じながら読むと面白い本なのかなということもまあ、感じながら読みました。はいえー、とちょっと今日はですねあのー、あんまりこう熟読してないこともあって内容が非常に浅いんですけれどもまあ、以上になります。 でまあ、もし他の動画も含めて見ていただいて興味を持っていただける方がいらっしゃれば是非チャンネル登録の方よろしくお願いいたします今日は以上です。